じゃあこんにちは。さあ、湯田さん、はい、矢野監督が、うん、キャンプ、はい、あれキャンプ初日でしたっけ。キャンプ初日だな。はい、まあ選手たちには前日31日かなんかに伝えたんじゃないの、ミーティングの時に。まあまあそうだよね。あのびっくりしたのが、そのキャンプで今シーズン限りで辞任をしますということを表明したということで、はい、ちょっとファンもまあざわついているというか、キャンプで監督が今シーズン限りでユニフォームを脱ぐっていうのは今まで聞いたことはまあないけど、はい、それはさ、矢野監督も言うにあたって、はい、うん、いつのタイミングが一番いいんだろうっていうのは考えたと思う、はい、やっぱり成績がいいから、うん、悪かったから、うん、そういうんじゃなくて、自分の意思というものは、はい、やっぱここにあるんだよということは、うん、やっぱもうその湧いた時点から伝えたいっていうのは思ったんじゃないの。そう、嘘はつきながらやりたくないっていうのは矢野監督の意思であって、うん、成績悪かったら俺どっちみち辞めるしとか、はい、そういう逃げ口上はしたくなかったんじゃないの、うん、だから俺は先に自分の気持ちを素直に伝えたという、うん、で矢野監督には矢野監督の人生あるからね、やっぱり。そうですね、うん、野球だけじゃない他のものもやりたいって、うん、見てみたいっていう、そういうこともあるかもわからないし、うん、やっぱり人の人生だからさ、はい、それはファンがいるからどうのこうのとか言っても、うん、一生懸命俺は矢野監督がやってたと、いやここまではやってたと思うよ、はい、まあ、今年ももちろんやると思うけど、うん、いいとか悪いとかというよりも、はい、俺矢野監督が相当しんどいんだと思うよ、やっぱり。いわゆるその監督業中でもやっぱりこう注目されるやっぱりチームに、うん、阪神というチームで監督をし続けることの精神的なものね。だからいい、ね、自分の人生を考えた時に、はい、ここら辺で一回離れといた方がとか、うん、いろんなこと考えると思うんだよ、うん、だその結論が矢野監督の結論に対して誰も何も言えないよね。だからまあそれがそうですね、うん、なんでだよみたいな言ったってさ、それしょうがないもん、まあ、みんなびっくりしたら多分キャンプが始まる初日に言ったっていうのかなってことなんでしょうね。だから、うん、だから嘘はついて隠しながらやっぱり野球はやりたくないってみんなにね、うん、やっぱ仲間だから、そうです、ね、自分の腹の内を分かってやってくれっていうことだったと思うよ。プラスそこで言うことで、じゃあ今年もキャンプから俺ら変わっても、何が何でも優勝を目指そうよっていう、何でその鼓舞というかチームが一つになるっていう、そういう何でしょう、スタイルの、そういう題材では使いたくないと思ってるはずなんだよ。あ、そこはまた違うんですね。それはもう選手に対して嘘はつきたくないという、そこは一点で、うん、一点だと思うよ。うん、それに対して最後に俺のことを動員して終わりたいっていう思える選手がいてくれたらありがたいけど、はい、それはそれとして、うんうん、まずは自分の気持ちを伝えとくよっていうことだと思う、素直にね。まあそうなってくると、まあね、この後じゃあコーチ陣もどうなるのかって、まあこの後の問題になってくるとは思うんですけれども、うん、じゃあ矢野監督ですか、時期か、もうそうなんですよね。あの次期監督は誰なんだっていうのも、もうやっぱりあの阪神ファンのみならず野球ファンみんなもうちらほら名前が出ていまして、何名か。誰が出てた？例えばですけれども、金本さんがまた戻ってくるんじゃないかとか、藤川球児さんが OB なので戻ってくるんじゃないかとか、あとは岡田さんだったりとか。岡田さん面白いけど、はい、もうまたユニフォーム着てるの見たいですけどねとか、あ、まあでも、まあ、岡田さんが着るんであれば、はい、鳥谷を呼んで、あ、うん、鳥谷を呼んで何かのポストにつけておいて、はい、監督業を勉強させるという。なるほど、鳥谷さんはすぐに監督ではなくてっていうことですね。やっぱりそれはないだろう。すぐ監督っていうのは、すぐ監督になるんだと俺藤川球児だと思う。その可能性ってどうですか、阪神コーチとかならずに即監督って。まあ、これはやっぱセンスだからさ、はい、何につけても人生センスだから、はい、だから何やらしてもダメなやつはダメだし、うん、でもこれだけはできるとか、うん、それは素質だから、はい、だからまあ監督業も含めてやっぱ素質が左右すると思うから、はい、藤川球児なんかは俺は素質はあると思うよ。だとすると即監督っていう可能性もゼロではないっていうゼロではないですね、藤川。ただ
うん、そうだね。だから鳥谷は阪神を去った経緯っていうのがあって、はい、それをやっぱりファンにもちゃんとした形で示さなきゃいけない、うん、だからそういうためにはいきなり監督はないだろう、うん、だって阪神が残ってポストを与えますよって言ったら蹴って言ってるわけだから、まあ言えばね、はい、だからそうじゃなくて、じゃあそういうポストに戻るには、うん、岡田さんみたいな経験値の高い監督の下で、はい、まあ、1年なり2年なり勉強させて、はい、で監督っていう方がファンは納得するよね、うん、あ、藤川球児がいきなりなってもファンは何も言わないと思うけども、最後そうですね、うん、鳥谷はこう去っていった経緯が、阪神をね去ってロッテに行った経緯もあるし、はい、だから俺はお母さんの下でということが、うん、まあ、あり得るんじゃないかなと。そうだね、うん、じゃあ金本さんが戻ってくる復帰説っていうのはどうですか。俺はないような気がするのよな。それは金本さんの性格上ですか、それとも球団との兼ね合いとかもあるんですかね。なんかこう俺の感じ方、うんうんうん、でやめ方、はい、そういうことを考えると俺はなんかないような気がするけど、あとあるんだったら、はい、広島の監督、まあないか、まあ、最初のあそこも詰まってるもんな。まあ新井がいたりとか黒田がいたりだとかさ。でも、まあ、新井さんは阪神の監督って感じではないですよね。ない絶対ない。それはもう広島だよ。あ、いやだからまあ OB とすればね、はい、まあ、いろんな人がいるよね。今岡さんもう悪くはないけども、うん、今岡もロッテ行って長いでしょ。あ、そうか。でロッテで今ポスト的にはヘッドコーチみたいなポストでやってて、はい、それはいきなり阪神の監督、まあ、やるか阪神の監督だったらやるか。まあ、阪神ってもうずっと OB の方っていうか阪神じゃないとダメですか。いや、そんなことないよ。また違う監督って挟んでたりして、だから星野さんなんか全然、野村さんもそうだよね。あれ野村さんって阪神じゃないよね。あ、うん、そっか。だからまあその他から呼んでくるのもありだよ。ありなんだよね、うん、ただそのやっぱりその阪神注目されてる球団なんで、監督もある程度やっぱりそのファンが納得したり花があるような選手じゃないとっていうのってあります？いや能力だよ。あ、結局勝たせる監督じゃないとダメだっていうことだよ、うんうん、叩かれるって。だってマジック143から始まるあの地域だからさ。そうですね、一試合も戦ってないのはもうマジック出たつもりで戦わなきゃいけないから、最初からって。でもそれはきついと思うよ、はい、きついと思うけど、やっぱりあの、うん、それを指揮を振る、うん、やっぱこう能力のある人、センスのある人、はい、やっぱそういう人だよね。掛布さんは、掛布さんもいいと思うよ、うん、掛布さんもいいと思うけど、どうなんだろうな、ファームの監督やって、はい、でも年齢的にどうなのかっていうことがあるよね。今の監督さんたちって結構あの若い方たちが増えてきてるじゃないですか、その年齢を。昔のだからまあ俺らの年代、はい、まあ、原監督、辻監督がやってるけども、うん、もうそろそろ終わりでしょ、そういう年代も、うん、そしたら次の一つ世代下っていうと、まあ、新庄とかになってくるのかな。新庄さん日本ハムに、石井和とか、はい、まあ、井口とか、真由美さんももうないか、ね、そうすると真由美、はい、真由美さん、はい、真由美さんなんかとんでもないね、うん、もうないよ。そうですよね。だからまあ立浪とかね、まあそういう世代かなっていう。そっか、そこで阪神の OB の方を探すとなると、うん、まあ檜山であったりだとかさ。ああ、そうですね。まあああいう世代にはなってくると思うね、はい。だからまあ日本ハムが1年で習ったり持ってくるとか新庄さん、まあ、盛り上げてもらうとか、ビッグボス、まあ、これもありだよね。まあそうですよね。なくはない、なくはないですよね。だって監督経験者だから、もうすでに。でも広報部長というか、うん、さらにね、まあ、広報はいらないけどね、阪神はね。阪神は、あ、そっか。それだけファンはもう根強いものがあるから。まあ城島さんはもうソフトバンクの方の方ですもんね。あ、城島ないな。ないですもんね、うん、全くないかって言ったらそうでもないけどね、はい、ないけど阪神あるんだったらソフトバンクやりますよっていう、ですよね、感じだと思うんだよね。なんかいないか、下柳さん。ないね。ないですか、下柳さん。そういうタイプではない、タイプではないと思う。あ、うん、やっぱお母さんだな
お母さん楽しいよ。いや本当そうなんですよ。いやあのお母さんはやっぱね野球をよく好きだし知ってるよ。そうですね、うん、ただついていくコーチがいるかどうかわからないけどただやっぱりこう時代が変わってきてるから指導方法も変わってきて、うん、ね、正座させちゃいけないんだから。それあのダメですもんね、うん、正座は虐待と一緒だから、ね、はい、もう難しい時代になって、ね、ちょ一対一で話そう、じゃあ正座してみたいな、うん、もう虐待になっちゃう。ダメですよ、指導が入っちゃいますからね。そうですだから岡田さんそんな難しいけど、はい、まあ、お母さんなんかでも本当にあの監督としての器、うん、はい、うん、で野村さんに近いぼやきいいですよね、あのぼやきこれはいいと思う、味があってね。いいですよね、一回阪神久しぶりにその岡田さん節というか岡田さんの子に戻るっていうのも、ああ、いい、ありだと思うよ。で先ほどおっしゃってたそこに例えば鳥谷さんをコーチで入れるなどっていうことですね。まあ、どうなるかね、分かんないけど、はいはい、これだけは言っとくよ、はい、早めに出てる名前はどんどん消えていくから、うん、え、そうなんですか。そういうもんだから、こういう報道って。あ、そうなんだ、うん、本当になる人っていうのは隠すから。じゃあ最後まで名前があまり出なかった方が監督有力なのかなっていうことなんですかね。分かりました。ちょっとシーズンオフのね、まあまあ楽しみだな今からな。そうなんですよ、時期誰になるのか、プラス今シーズンね、矢野監督が去るということでまた阪神がどういう戦いぶりを見せてくれるのかも。でもね、矢野監督、はい、あの監督ってさ、まあ野球選手だったら多分誰でもやりたいと思うんだけども、はい、それをね潔くもう今年で辞めるということは、うん、本当並々ならぬ覚悟があったと思うんだよ、はい、まあそれをやっぱ応援してあげたいな。そうですね、みんなそれを応援してあげたいよ。あの批判するのではなくて、そう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 、うん、ね、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はい。